皆さんこんにちは。グリザイアファントムトリガーで獅子ヶ谷十日を演じています、桜彩音です。発売間近、予約しましたか？1巻2巻同時発売ということで、気になる続きがすぐにプレイできるっていうのはいいですね。なんかこう漫画とかでもあるんですけど、こう1巻読んでしばらく経ってから2巻読んだら、1巻の内容どうだったっけってもう一回読み返すみたいな、なんかそういうのが同日に同時にできるっていうのはとてもいいですね。きっと皆さんも1巻をプレイしたら2巻続きの、ストーリーだったりとか気になってくると思うので、ぜひぜひあっという間にクリアしてもらいたいなと思います。トーカはですね、ライフルを使う女の子なんですが、専門用語的なものもちょこちょこ出てきまして、で私自身は普段からライフルを持っているわけではないので、そういう意味ではこう使い慣れていないもの、使い慣れていない言葉をいかにトーカのように使い慣れている、普段から発言し慣れているというふうに慣れ慣れし感っていうんですか、慣れ親しんでいる感、言い慣れている感っていうものをいかに出せるかっていうのは一つチャレンジではありましたけれども、まあきっと知れば知るほど とても奥の深い世界なんだろうなと思いながら、ちょっとずつ、知識をですね、スタッフさんに教えてもらいながらの収録でした。収録でした言い慣れてない性格的にはすごく当たりの強い、動きの強い子ではありますけれども、可愛い子ではありますし、根は優しい子ですので、ぜひぜひ可愛がってくださると嬉しいなと思います。というわけで皆さん、ぜひ1巻2巻プレイして感想を聞かせてください。獅子ヶ谷十日役、桜彩音でした。バイバイ。 Windows 用ゲームソフト、グリザイアファントムトリガー1巻2巻4月28日同時発売。